文教区立第六中学校教諭の堀米と申しますよろしくお願いいたします本日は平成二十七年度二十八年度のパナソニック教育財団特別研究指定校としての活動内容についてご覧のような内容で報告をさせていただこうというふうに考えておりますそれではまずはじめに研究の概要についてです 本校の研究取材はご覧のとおりなんですけれども背景といたしましては平成25年度の新校舎移転に伴いまして全普通教室に電子黒板が導入されたことが大きなきっかけとなりましたここから各教科での ICT 活用の検討が始まりました平成26年度には教育分野で注目度の高まったタブレット PC に着目いたしまして検討を進めました この研究はパナソニック教育財団様より実践研究助成校の指定をいただきましてその結果、電子黒板との連携であるだとかあとは言語活動の支援ツールとしての期待が高まりまして今回の研究につながる足がかりとなりました本研究の検討にあたりましては生徒の現状にまずは着目いたしました平成27年度 全国学力学習状況調査の質問紙の結果から生徒自身の自分の考えをもって意見を持って発表するというような活動はできているものの共同して問題解決を行う機会自体が少ないであるだとかあとは話し合いを通じて深めたり広げたりすることに弱さを感じているというようなところに問題があることが明らかとなってまいりました。ここから課題として 思考力や表現力を育む手段としての言語活動に着目し活性化させることで育てたい力を伸ばすことさらに学びの目標を明示して意識づけを行い主体的に授業に参加して学ぼうとする態度を育てることという2点を設定しまして研究を進めるものといたしましたさらに学校としての育てたい能力というものを設定いたしました 自分の考えと他者の考えをもとに考えを深めていくというような思考力そして考えを整理し発展させていくという表現力生徒自身が見通しを持って授業に取り組む主体性の3つを柱としてまとめ確認をしてまいりましたそして全教員が実践を進めるときに意識すべきポイントを次のようにまとめました いろいろ点はあるんですけれどもこれらの点をですね校内の研修の場で全職員に周知いたしまして各教会の検討につなげていきました次に具体的な活動についての内容です1年目に各教科を授業形態により一斉、習熟度別実技の3つの分科会に分けて検討を進めました ここでは身につけたい力思考に注目した具体的な工夫 ICT 活用の工夫などの点について教員間で意見だとかあとはこれまでの実践の情報交換などを行いました各教科での検討にあたっては本校アドバイザーであります信州大学教育学部教授の村松先生よりアドバイスをいただきまして 教科の本質的な思考から問い直す活動を実施したことで研究の方向性がより明確になってまいりましたこちらに表示しておりますものは検討シートの一例になりますそしてこれら検討と実践にあたっては効果的・効率的な ICT の工夫 学んだ内容を見通すワークシートの工夫そして学習形態や題材設定など話し合い活動の工夫といった3つの軸を設定いたしましていつもの授業にプラスワンを合言葉に授業の見直しに当たりましたこれらプラスワン授業では教員が相互に授業を観察して授業者に対してフィードバックを行うことでやりっぱなしにならない 授業というものを目指してま,いりました,また都合により参観できない場合でも事前に配布した資料を参照してもらってコメントを返してもらうことでより多くの視点から改善を実施できるように工夫をしてまいりましたこのように教科の本質的な思考を土台といたしまして研究と課題を明確にした上で次の授業につなげ実践事例を積み重ね 育ててたたいい力をを伸ばす活動を続けてまいりまりした、まあ、簡単にですけれども研究の流れをまとめますと1年目は授業の方法としての言語活動に再度着目し考え方の基礎を学ぶとともに各教科の特性に合わせた育てたい力を育む授業の検討と実践を行ってまいりました2年目では1年目の成果から教科横断的な言語活動活性化のポイントをプラスワンポイント として絞り授業実践を繰り返すことで成果と課題を積み重ね事例を積み重ねてまいりましたこれら取り組みの成果の一部は文京区中学校教育研究会であるだとか東京教師道場の公開授業あと今年2月に行われました公開研究会といったような場を通じ広く外部へも発信してまいりました次に 授業実践の様子を簡単にですけれどもご覧いただきます。全教員が実施する校内研修であるプラスワン授業の例となっております。まず社会の授業では、グループで検討した内容を生徒が電子黒板へ書き込んで、一枚一枚見比べることによって思考の過程だとか、あとは意見がどういうのように発生していくかというものをリアルタイムで共有することができると。 そういったことで考えを深める授業が行われていました理科における実験結果のまとめと発表では生徒が ICT 機器を扱って効率的にまとめ効果的に伝えるためにはどのようにすればいいかということも含めた授業が実践的に行われていました音楽と技術では CM の制作という一つのテーマに 複数の教科で連携しして取り組む授業を行いましたこのように実際の社会のミニ体験を通して生徒同士が発想を出し合い役割を分担し合って一つの目標に向けて積極的に取り組むといったような様子が見られましたこの活動のほかにも国語であるだとか英語理科などでも教科間の連携が進んでおります課題と成果です 本研究の成果としては次の3つを挙げられます1つ目は共同して問題解決に取り組み発表する機会が増えたと感じる生徒の増加各教科における身につけさせたい力を意識した授業の実践と改善そして授業を支援するための ICT 活用の工夫の3点ですまず共同で問題解決に取り組み発表機会が増えたと感じる生徒の増加です 全国学力学習状況調査の結果から注目しますと平成27年度と平成28年度を比較した際に当てはまらないというようなネガティブな回答をする生徒が0.9%と減少し反対にポジティブな当てはまると考える生徒が大幅に増えている様子をご覧いただけるかと思います。点目は 各教科ににおけける身につけさせたたい力を意識した授業の実践と改善です各時間の目標の明示だとかいろいろな活動があるわけなんですけれどもこれらの点を各教員が育てたい力を明確にして方法としての言語活動これに工夫を凝らして授業の改善に取り組むことでこういった活動について改善を加えていくという活動について提携化を行うことができました。 3点目に授業を支援するための ICT 活用の工夫です。これらについてはご覧いただいたような点で成果が見られこれまで導入された電子黒板にプラスしてです、ね、デジタル教科書教師用のタブレット生徒用のタブレットについても各時間で導入が広く広まっております。 まず1点目はですね学習効果の検証が必要だというふうに考えておりますこれまでは育てたい力を伸ばすための言語活動の活性化については一定の効果を確認できたわけなんですけれどもこれらのこれらの活動について実際にどの程度活動あの力がついたのかということを検証していく必要があります2点目がより効率的効果的に授業を進めるためのカリキュラム検討が必要だというふうに考えております 話し合いのルールであるだとかあとは ICT 機器の使い方など強化によらない知識だとか技能をどの時点でどのように伝えるのが的確かということも検討していきたいというふうに考えておりますこれらについては今年度も文京区教育研究協力校として活動してまいりますので研究をさらに深めていきたいというふうに考えております今回の女性から気づいた点としましては 生徒たちの学ぼうとする力に注目できたというところが大きいというふうに思っておりますやはり研究を続けていく中で生徒の積極性だとかあとは吸収力っていうのは驚くべきものがあって我々教員側もまずは自分たちが自ら学び表現するというような活動が大事だなというふうなことを必死と感じた次第でございます最後に パナソニック教育財団様におかれましては、このような研究の機会をいただきましてありがとうございました。アドバイザーの村松先生をはじめ、研究にご協力いただきました関係者の皆様に心より御礼を申し上げて発表を終わりたいというふうに思っています。ありがとうございました。